皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。この笠子チャンネルの説明をしたいと思いますけれども、テーマは特に決めておらず、主にですね、時事ネタ、ネットニュース、それから地震情報、それからネットの発信戦略、それから旅、動物、水族館など、さまざまな動画の、ものを上げているというところです。で、簡単に自己紹介しますと、ブロガーとして、収益化はしておりませんけれども、ブログをですね、2000年から毎日更新しております。2021年でほぼ21年間、ほぼ毎日ブログを更新しております。ここで、YouTube で投稿しているようなですね、時事ネタとかネットのニュースとか、旅のものをブログでもお展開をしているということです。それからライター、カメラマンとして仕事をしております。紙の本、出版社から出した紙の本としては20冊、本を出しております。それから好きを仕事にする大人塾、カサコ塾というのをやっておりまして、今まで98回やっておりまして、全国、それから世界にもいますけれども、海外にもいますけれども、塾生が2045人いるということで、ブログの発信術だったり、ネット発信術を教える、塾をやっているということです。それからですね、Amazon Kindle に最近力を入れておりまして、100冊以上出版しております。主にですね、絵描きさんが使う背景資料集を主に出しております。その他ですね、いろんな旅関連のものとかネット発信関連のものなんかも出しておりまして、最近力を入れているのはこの Kindle ということです。で、一般的にですね、YouTube のチャンネル、特定のジャンルに絞った方がいいという言われ方をしておりますけれども、このチャンネルを見ていただければですね、直近の時事ネタとか、ネットの炎上ネタになっているものとか、それから地震情報はですね、2011年東日本大震災から毎日地震発生情報をチェックしておりますので、何かですね、おかしな動きがあった場合には、こちらのチャンネルで投稿したいと思います。あとはネット発信に関する、ノウハウ的なもの。それから、旅に出た際、結構国内、海外いろいろ行ってますけれども、旅に行った時の動画とか、動物園、水族館に行った動画などですね、様々な動画を上げておりますので、特定のジャンルに、あえて、特化せずに、このチャンネルを見ていただければ、ある種、ニュース番組とかバラエティ番組、ニュース番組というか情報番組みたいな形で、ニュースも見れれば、ちょっと軽い、旅とか動物のネタも見れれば、ネット発信のノウハウなんかも学べるということで、ぜひチャンネル登録していただいて、自分の興味のあるものだけ、見ていただければいいんじゃないかと思います。と投稿自体は毎日投稿しておりまして、1日何投稿もしますので、通知は切っといていただいた方がいいと思います。水族館に行ったりするとですね、1日10投稿とか上げたりしますので、通知は切っていただいて、1日1回ですね、かさこチャンネル、今日はどんな投稿したんだろうって見ていただいて、4、5個とか、場合によっては10個とか、投稿されている中で、これ面白そうだなっていうものだけ、見ていただく形でいいんじゃないかと思います。できるだけですね、ネットニュースとか時事ネタについては、速報性を重視しながらですね、皆さんのこの視点の、なんていうか、この切り口のね、考え方や切り口の、ある種、ヒントとなるような投稿をしていきたいと思いますので、ぜひ、このチャンネル登録していただいて、1日1回どんなものがあったのかな。これ見ればですね、今日の話題とか、ブログネタになるようなこととかも、わかるんじゃないかと思います。ブログの方はですね、アメブロで毎日ブログを更新しておりまして、こちらの方も、時事ネタ解説なんかもやっておりますので、ブログの方もぜひ見ていただけたらなと。あと、ツイッターに関しては、ツイッターもかなり頻繁にやっておりますので、ツイッターでこのチャンネルの更新のお知らせとか、ブログの更新のお知らせなんかもしておりますので、ツイッターもよければフォローしていただきたいなと思います。
現状はテーマ特化せず、いろんな動画を上げておるという、珍しいチャンネルだと思いますけれども、ある種の情報番組のような形として、こんなニュースが今日はあったんだっていうようなことで、活用していただけるといいんじゃないかというふうに思います。ぜひチャンネル登録をしていただけるとありがたいなと思います。